あ、すみません、途中で切れてしまいましたね。今ダリカードの女帝を読んでいたところだったんですけど、難航していました。だからフランス語はないから、このさテキストフランス語ないから、ドイツ語と英語しかないから、解読するのに難航していました。じゃあ女帝の続きからいきましょう。途中で止まっちゃった。なんかさ、あなたの今までやってきた経験のところだったわよね。はい。エクスペリエンスのところだったわよね。3番。私違うところ読んでたかもしれない。ちょっと。あれ？3番って言ってるわよね。私全然違うところでさっき読んでたような気がする。どこに行ったんだろう。やり直し1から。すいません。違うページ読んでた。どこだろう。それさえもわからないという。いやー。後で、動画を、そう、早送りじゃないや。前に戻してみて。夢でも見ていたんでしょうかね。そう、女帝のところ、違うページ読んでた、さっき語ってたけど。じゃあ、やり直します。Your own true nature, this card honors gallantry, and it represents the many empresses and queens of yesterday and today, but also the great goddess of early history, the threefold godhead of Christianity and other religions, the mother of gods like Isis and Mary, and last but not least, the goddesses of love and fertility like Astarte, Aphrodite, and Venus, the lily scepter in her right hand is an old symbol とか言っちゃった。フランス語で私発音とか時々しちゃうんだけどさ、 symbol of fertility and virility, white stars dance around the head of the figure and help her rise above the blue water and the grayish mountains. This card is all about living a productive, blooming and clearly defined life, woman as well as men, and encouraged to be rulers of his own life and to take responsibility for their own well-being and fortune, in order to be happy and well. It's important to create your own realm and establish rules and follow them, which grant your well-being and joy. Grant your well-being and joy. Take charge of your daily well-being. Remove false goddesses and foreign empresses from your life. さっき私全然違うページ読んでた。すいません。さっきの第1弾の方で出した動画、これじゃない。全然、どこだろうね。ちょっと思い出せない。
全然違うページ読んでた。なんだろう。すいません。3番じゃなくて、何番読んでた？見つからない。見つからない。ちょっと巻き戻してみて、後で私は何を読んでいたのかを知ろうと思います。おかしいですね、これ。あなたの本当の、自然体、それを表しているカードです。何だったんだろうね。夢でも見てるんだろうか。さっき読んでたページ。おかしいじゃないですか。助けて。どう読んでたんだろう。オーシャンとか言ったよね。なんかさ、海がどうのこうのって。そん出てるページ、後で探してみる。ああ、とにかくこの3番ですから、3番のところを読みます。このカードはとても、ホーナースギャラダリ、ダリの、にとって、とても、ホーナースって、オノレってなんて言うんだろう、日本語で。おのがえってなんて言うんだろう。わからない。日本語でわからない。私、フランス語で頭で考えてるから。ホーナー。誰に対する。褒めたたえるみたいな。And is to represent the many places and queens of yesterday and today。すべての、だから今までのたくさんの女帝、クイーン、女王、今までの女王、そして今の女王、すべてを表しているカードです。But also the great goodness of early history and そう、偉大な神々、初期の頃の歴史の偉大な神々をまた表しているカードです。他のですから、クリスチャニズム、キリスト教以外の、キリスト教と、それ以外の、リジョンズ、そう、宗教も関係あります。全部一緒です、それは。マザーオブゴーズ、神のお母さん、お母さんという意味ですね。母親、母。それは、一番最初のお母さん、神の一番最初の人間のお母さんというものは、イシスっていう人なんですね、神の。そして、マリ、聖母、マリアですね。And last but not least of goodness is of love。そして、少なくとも、purity。そう、自分をなんかすごくフィアルティって日本語でわからない、これ。私フランス語とか英語ではわかるけど、なんて日本語で言ってるかわからないです。自分をとても尊重してるっていうか、そう、偉大なものだと思ってるみたいな。そう、愛情を自分に注いでいて、そして、まあ自慢するみたいな、自分をさ、こうね、自分の今までやってきた功績を自慢するみたいな、そんな感じ。アフロディテっていうのはヴィーナスね。The lily sceptre in her right hand。 で、この人の手には何か持っています。 Of the figure and help。Her rise above the blue water。 この水のブルーと、そして手に持っているこの魔法のさ、杖みたいなの持ってるじゃないですか。そう、それがシンボルなんですね。フェアリティって誇らしく思うっていう意味だっていう、もう日本語で訳すと、フィアハット。
自分のことをとても誇らしく思っています。そして、ここにあるホワイトスターズ、ホワイト、白い星、ダンサー around the head of the figure and help her rise above the blue water。 そう、白い星が、白い星が、彼女の頭上にあって彼女を助けています。そう、この後ろにあるこのマウンテンス、このちょっとここの景色ね、マウンテンス、ここに見えないかもしれないけど山があるんですよ。この後ろの方にすごい山の景色があるんですよ。そして、The car is all about living a projective, dreaming and clearly defined life. Women as well as men are encouraged to be rulers of their own life and to take responsibility for their own well-being and fortune。 このカードを意味することは、注意深く生きてくださいということが言われています。そしてブルーミング、あのお花がこう咲いていくみたいな、そしてとてもクリアな、そうはっきりした、生活が見えています。この女性は、男性と同じように、勇気のある女性で、そして勇気づけられていて、彼女の own life、自身の生活、ね、それ、そこに、レスポンサビリティ、責任感を持って、そしてとても気持ちよく生きていると言われています。そしてフォーチューン、そう、宝を得るでしょう。 In order to be happy and well, it's important to create your own rhythm and establish rules and follow them, which grant your well-being and joy。そう、なんかハッピーで、あのとても OK、 自分の人生は OK ですみたいな、そう、とても重要な、クリエイト、あなたの人生をクリエイトしていく、想像していく、そういうね、あなたが、よりよく気持ちよく生きていくような、そして喜びをもたらすようなことが言われています。ですから、チャージしてください。あなたの、エネルギーをチャージしてください。あなたが毎日気持ちよく生きられるように、うん、でちょっと動いてみてください。そう、そして神様、神が、あなたの生活、そう、そう、神様が、あなたに祝福をもたらすでしょうみたいなことが言われています。あ、すごいいいカードですよね、本当にね。だからとてもいいカードが出ましたね。それでは次の3択の3番目に移行します。これは渦巻きのペンダントなんですね。それでは行きましょう。次は何を引くかというと、このゴールデンビスコンティカードを引きます。1枚ね、1枚引き
きましょう。ちょっとさ、携帯に不都合があって途中で止まっちゃうんですよね。ですから第2部です。これは第2部の3つ目の選択肢の3番の方です。このカードはラバーズですね。多分ビスコンティカードって逆位置が関係ないカードだと思うので、はい、多分関係ないですね、これ。うん、だから普通に正位置で読もうかな。はい、それから次、このあれどれだっけ、これかな。次はマヤカードですね。マヤのカードも見ましょう。これってさ、ペルーじゃない？ペルーのさ、お土産じゃないですか。そこでマヤカードってやっぱりさ、ね、ネイティブの人たちじゃないですか。ネイティブアメリカンじゃないですか。関係がありますね。マヤカードも逆位置というのがないので、正位置で読むことになるのですが、逆に出ても正位置で読んでいこうと思います。ですから、ちょっと説明書をさ、今から見るんですけど、今ちょっとしまってるんだけどね、今まで使ったものをしまいながらやってる。で、これはもうやりましたよね。はい、ではここに入れて、ここにここに入れて、ここに入れて返していきます。じゃあ行きましょう。これ全部こっち側に向けて、ラバーズが出ました。3番の方、ラバーズの意味は、フランス語でこれあるかな、この中はフランス語で出てるかな、ラバーズ。はーい、6番、ビスコンティガードの説明書ってさ、英語とさ、ドイツ語とさ、フランス語とイタリア語とスペイン語だから、ちょっとどこにフランス語があるかちょっと見てみましょう。レーザモン、イブサンドシュワシュワロシャッシュダフィクションパッション。はい、ここに説明っていうか、むしろ説明書いてあるの、これ。あまり書いてないのよね。これはそのところ、うん、これだけ。あ、これだけしか書いてない。ちょっとすごい適当。どれも一言しか書いてない。どの言葉で送ってあるの。例えばこの恋人は、何か選択することが必要でっていうことと、あと愛情を求めていますっていうことと、あなたにはとてもパッション情熱がありますっていう、それしか書いてないからさ、ちょっと日本語の恋人っていうところを読んでみましょうね。この場合、今5月
語学の勉強をするととてもこれからの仕事にプラスになりますと言われています。そしてそうですね、ちょっと会話のそういうセンスを磨いてくださいみたいなことが言われてますね。そしてもし誰かと出会った場合、恋愛結婚をするっていうカードね、恋人のカード、そう、友達が恋人になることもあります。それから2人どちらかにしようかって迷っていて、その2人のうちの1人を選ぶっていうことが言われています。うん、それからそうですね、スポーツをしてください。そういうスポーツによって若々しさが魅力となっていくので、それがこの恋人のカードの方の美容法みたいな、こんな感じ。あと流行雑誌のファッション、流行雑誌ファッション雑誌などを手にしてみて、そしてそれをちょっと真似てみて、そう、服装などを気にしてみてください。そう、美しく見せるような若々しく見せるような洋服を選んで着こなしてみてくださいみたいなことが言われています。あとはそうですね、あなたの好きな趣味をやってください。そう、そしてあとお友達がたくさんいたとして、たくさん知り合いが多すぎるかもしれないので、浅く広く付き合ってくださいってことがアドバイスとして出ています。そんな感じ。あと次、この前カードの34番を見てみましょうね。黄色い太陽っていう意味、ソレイジョーンヌって、34番、前カード34番。これはポジティブなカードです。そして、そう、マイカードってとってもコンプリケートなんですよね。そう。まずどの日にちとか数字を見てみよう。そう、日にちと数字。ニメホ三区五っていう数字が象徴的だと言われています。それから場所で、とてもいい場所、それはイグリーズ、教会とか、ビューテック、図書館とか、とメゾンディジション、出版社などが良い場所だと言われています。そして日にちで言うと、ルジュジー、木曜日がいい日にちだと言われています。そして、La fin du printemps et de l'été。 春の終わりから夏にかけてがとてもいい時期だと言われています。au résumé、 このカードの意味は amour、 要は愛情のカードと言われています。ですからこれと同じ、恋人のカードと同じですね。愛情運がとてもついています。アムーホ、それから、ジヌホジテ、とても、そう。ジヌホジテって何て言うんだろう、日本語で。何かとても、心からの、そう、飽き出る、そういう、ね、何かをしてあげようみたいな、愛情みたいな、一緒に何か、してあげようみたいな、そういう感じ。あとサクリフィエ、あと気持ちとしてはキュアがサクリフィエっていうのは、誰かに
自分を捧げるみたいな、そういう意味があります。Elle devient bienveillante sous protection, soulagement après un tourment, évolution, intuition, résolution d'un problème, discrétion, diplomatie, sagesse, réponse affirmative à la question. Amour fidèle, mariage serein. Sommet de la carrière, études profondes, vocation religieuse, écrit, voyage, action diplomatique, santé recouvrée, poids des maladies chroniques, allergies. Une personne mûre est disponible. Un mari protecteur, un père, un grand-père, un guide, un confesseur, un médecin, un juge. Et c'était message de Dieu. Accepter une aide, un conseil avec l'humanité que cela implique est plus difficile. Comme prodigueur, recevoir coûte plus que de donner, car c'est remettre en cause notre valeur et notre image personnelle. これはとてもいいカードです。意味としては、誰かが助けてくれるとか、まあ、こっちも助けるとかね、その人を助け合うみたいな。と、ビアンビアンス。敵とかではなく、味方みたいな人たちがたくさんいるとか、プロテクションだから、そう。やっぱり、プロテージュ、守ってくれる人たちが周りにいるっていうことね。そう。何か問題が起こったとしても、その後、癒してくれる人たちがいますと言われています。だから、そう、プロブレム、問題があっても何か解決策がすぐに出るでしょう。と、ディスクレッション。とても、ディスクレっていうのは、あまり自分をさ、目立たせないっていうか、静かにこう見守ってるみたいな、そう、静かに生きるみたいな感じで、あまり目立たないように。ディプロマチー。ディプロマチーっていうのは、ディプロマットっていうのは、やっぱり、そうやって、人々に対して、こう、接していく面で、あまり、自分の気持ちをすべて打ち明けないで、こう、隠してるっていうか、だから、外交官みたいなものですよね。本当の気持ちは言わないで、こう、にこやかに、ね、接触してるみたいな、そういう感じ。サジェス、知恵っていう意味ね。あとは、アモフィデル、アモフィデルっていうのは、そう、忠実な愛っていう意味があります。そう、あとは、結婚、マリアージュ・セレン。そう。とても、なんだ、神聖な、結婚をすることができるとかさ。そう。あと、キャリアで言うと、仕事では、どんどん上昇していくでしょうということが言われています。あと、学生さんだったら、深いところまでどんどん勉強していって、学業がうまくいくでしょうと言われています。あと、もし宗教とか、そういうのをやってる方だったら、それはあなたにとって、ボカシオンだから、そう、あなたの、やるべきことですってことが言われています。人生において、そのやるべきこと、生まれながらのね、そういう、神様が決めたことってことが言われています。あと、趣味は何か、物を書くとか、日記を書くとか、本を書くとか、
あとは旅行するとか、あと外交官に向いてる職業としては、そういう職業が向いています。で、体の調子は良くて、健康がどんどん良くなっていきますと言われています。もし、すごく、持病を抱えている方とか、そういう方がいたら、その病気が少し弱くなる、病気が弱くなって、良くなっていくでしょうと言われています。で、男性だったら、その男性はとても女性を守るような素晴らしい、ご主人になりますということが言われています。そして、素晴らしいお父さん、そして素晴らしい、コンペアだからおじいさんになるでしょう。あとは、人を導いていくような職業があっています。そう、あとはお医者さんとかさ、裁判官とか、そういう職業が合っていると言われています。すごく安定したカードですね。しかちょっとさ、何か書くとかさ、日記を書いてさ、自分を高めるとか、本を書いてみるとか、そういうことが職業としては合ってるっていうことが言われています。はい、それではここで今日は終わりにします。ありがとうございました。また明日。Au revoir. Ciao.